カルビ、サミナ、パパさん、アムアムアルド、アムアム、お久しぶりです。久しぶりですということで、はい、実はですね、はい、7月15日に、あの、はい、おばさんの生誕祭がありまして。え、そうなんですよ。祭、あ、生誕祭がありまして。生誕は知ってるけど、生誕、はい、じゃなく祭がどこで。いや、まあ、あの、あんまりね、思ってちゃいけないところでやってます、はい、ドバイです、ドバイでやってます。ガシ絡みのということで、はい、あの、アムちゃんから早くもプレゼントを、ね、いただきまして。ああ、ありがとうございます、はい、アムちゃん、かっこ視聴者、ありがとうございます、はい、私にね、うん、腰抜かすぐらい値段の、あの、シャンプーとリンス、うん、みたいなのをいただいて、はい、まだ使用してないんだけど、多分もうこっからツルツルのイケメンになれるかなっていうところです、今で、はい、それとともにね、はい、なんとアムアムワールド様へって、くれたのよ。ありがとうございます。あんたらにも私が生まれたおかげであんたらにもくれてるのよ。それのおかげな、そうか、アムちゃんが、それのおかげな、そうか、そうで、お手紙いただいて、ありがとう、それはありがとうございます、プレゼントまで、うわ、ありがとうございます。あんたらにもおばさんのおかげでもらってる。私は別で、シャンプーとトリートメントもらって、ね、あ、誕生日プレゼントだなと思ったら、あんたらにも。なん、お手紙なんて書いてあるの。アムアムワールド様、いつも楽しい動画をありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。暑い日々が続いています。熱中症対策として使ってください。少額になりますが、冷たいものでも召し上がってください。あれ、ちょっと開けたいと思うんだけど、いい。まずはこれが、まず3本。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだこれ。アベンヌの化粧水。化粧水、だからスーってね。ほんとだ、ありがとうございます。敏感肌用だ。だ、基本これカルビベースで、多分そうだ、敏感肌用に合わせてあげてる敏感肌の、うん、あ、朝晩のスキンケア。どう、あれ、香取慎吾みたい。似てるけど、かっこいい。香取慎吾みたいになった。いや、似てるけど、そこじゃないわみたいな似てるけどね、似てるけど、似てるけど、でも、ね、気持ちいい。スッとしたい時とかにめっちゃ気持ちいいわ。あんたらの分まで。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてもう一個、はい、うわー、もうギャラです。あ、ありがとうございます。ギャラ入ってます。これがスタバのカードよ。わ、かわいい。すごいちっちゃい。なくしそう。あ、なくすんだよそこは。わ、我々ね、アムアムワールドに高額投資してくれてるアムちゃんもいます。ありがとうございます。これは嬉しいよね。まあ、ちょっとこういうのもね、俺、はい、込みなんですけど、そのアムちゃんがね、これもう言っていい？はい、なんともう一つプレゼント用意してくれてる。え、マジ？はい、私の7月生誕へのおめでとう、はい、なのにあんたらみたいなさ、ものにまでくれてるアムちゃんなの。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。で、今回及川まさる様に、うん、これ知ってます？及川まさるって、そもそも皆さん王子王子ですよね。ちょいちょい僕らのチャンネルには、うん、出てくる、まあ出てはいるか、ね、名前も出るし、そうですね、動画も、またこれにポンと今、はい、過去の、はい、我々の劇場を支えてくれてる舞台監督の王子、はい、が一応、まあ、スリルもね、出てくるんですけど、えっていうのでプレゼント届いてます大しファンがもう一人。変だけどな。だ、これはそんなことってあるの。いや、いや、でもやっぱ大しにも心打たれた方が、まあまあ、そこのプレゼントもらったこととかないんじゃん。まあ、ジョーカーとかでさ企画してくれてさ、全部プロデュースしてくれてるやつ、ね、はいはいはい、全部見てください。それとかをやってくれてるか、もしかしたらそれのファンかもしれないけど。ああ、なるほどね、はい、その動画へのみたいなのも。いや、ちょっとじゃあ今ね、ちょうど劇場にいるんで、はい、ちょっと王子にもうこれを呼んで、呼んで渡してみたいと思います。だ、いつもこうやっていろんな人送ってきてくれるってすごいありがたいけど、うんうん、今回こうやって特別に動画にしてるのは、うん、
ちょっともうこれメインみたいなところね。本当は生配信とかでやるんですけど、ちょっと大しなんで、はい、危ないからね、生配信は。問題発言あるかもしれないんで、そう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 、でこれだって来て、プレゼントでーすって言って、ふざけるな、こんなものいるかみたいな、あるある、全然あるもんね。あるある、全然あるもん。だから一応収録してます今回。全然あるんです。全然あるからね。意味わかんないかもしれないですけど、うん、そうなんです。一応王子がどういう反応するかも我々ね、やっぱ見てみたいっていうのも、はい、皆さんも共有したいっていうのもあると思うんで、今まだ何も伝えてない。そうですね、呼んできます。はい、ちょっと待って、何？何？ちょっともう本当に今客出し中だから。はい、ということで、何？王さん、王氏です。何？おばさん。はい、何？実はアムアムの視聴者さんから王さん宛に差し入れが。はい。届きました。はい、本当です。本当に。これは本当に、あの、これはもうまさかの王さん、王さんファンがいます。フルネームで今手紙も書いてます。ぜひお手紙を読んで。あの、中身はわかんない。あとでちょっと今、俺マジで今あれ時間がない。すいません、忙しいから。中身だけ。中身だけ一回もう。すぐね、何か僕らも入ってるのは分かんないんで、まず、あ、僕らと同じ化粧水の、はい、なんか、あ、いいね、はい、夏に使ってくださいっていう、はい、はい、あと、はい、若葉若葉5箱若葉5箱え、何泣いてる、最高泣いてる、最高って言ってる、最高じゃねえか最高じゃねえか。泣いてれば。すみません、ちょっと誕生日も聞かれてたんですよ。あの、王氏の誕生日を教えてくださいと。うん、ちなみに、いつなの？8月の2日。8月の2日。もうすぐだ。また来るかもしれないんで。8月の2日が誕生日です。すみません、忙しいところ。お忙しいところ。ひと言だけ。ひと言だけ。本当に、あの、もうなんだろう。何年も味わったことのない幸せを今感じました。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。お手紙も後で。ありがとうございます。すいません。すみません、お忙しくなっちゃって。お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。本当にありがとうと伝えてください。ありがとう。ということで、ちょっと仕事中ね、ちょっとバタバタ、まだちょっとね、合間で来ていただいたんですけども、相当、こんなに感謝されてる状態だと思わなかったですね。泣いてたの。泣き崩れた。なんならちょっと来るまではちょっと怒ってたもんね。ちょっと時間ないんだ。時間ない。何？本当に何？ちょっとマスク貸させてください。何？本当にこれもう時間ないから。2分しかない。ファンからです。スタミナの胸で泣いてた。いや本当に嬉しかったんだと思う。若葉5箱。お母さんは若葉なんで。そうね、若葉が一番好きなの、美味しいです、はい、だって若葉今500円だからね。あ、もう上がっ、昔はめっちゃ安かったよね。そうだね、300円とか200円とか、うん、上がっても吸い続けるってことは、そう、本当に若葉好きな。モグラとかは安いからって吸ってたけど、安さじゃないんだよね、うん、うまさで若葉吸ってる方なんで。初めて泣いてるの見たな。泣いてたな、あれはもう。タイガーマスクかぶってること忘れてたよね、自分が。あ、素敵な動画になったと思います。はい、プレゼントをいただいたアムちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。8月2日も、はい、もしよろしければ、ぜひね、この動画で面白がってくれたアムちゃんさんたちは、あの、我々も協力しますので。全然すみません、ずっとこう誕生日教えてくださいって言われてたんですけど、あれはね、プライベートはあらわにしないと教えてくれない人なんでね。ちょうどでも夏でよかったね、この時期だったから。ということで、8月の2日なんで、あんだけ喜んでくれたらやっぱ。ぜひ皆さん、アムちゃんの力貸してください。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。